ゆきこんこん、ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版フォールアウト4ゲーム実況動画、ゆきこの件の外伝。あ、バンカーヒルが見えます。レールロードルート有機実況動画続きを開始したいと思います。現在バンカーヒルの上空です。なんだろう、あそこ黒くなってる。あ、ここすごいカクカクします。あ、またフラフラしてる。ベルチバード強奪しました。そして操縦してるのは何でも屋のトムです。慣れない操縦でやっとここまでやってきました。もうすぐグリト園に到着するのではないでしょうか。あ、乱気流かな。たまにフラフラしてます。お、またフラフラ。あ、ここ謎の競馬場、軽ロボット場かな。はい、あ、プリトエン見えてきた。多分うまく横に つけられるかな。お、多分頑張れ、もうすぐもうすぐだよ。爆弾を、あ、ていうかまた変わっ服装が、いつの間に、今度何の服装です。トム大したもんです。よくここまで。これは、あ、 POS、 胴体のところに POS のマーク書かれてます。奪った兵士から、はい、 POS の変装、私も持ってたかな。ヘルメットと、ヘルメットしか持ってないです。これバレバレ、バレバレです。では、爆発物、ああ、あそこにナイトがいるんだよ。あ、見つかった。重くてカクつく。イケボのノートさん、敵対することになっちゃったです。いつも、ここに、どこから、インスティチュートの時はボストン空港に乗り込みましたが、レールロードですとこのブリトエンに乗り込むことができて面白いです。どこからの攻撃だったんだろう。違うフロアからかな。ああ、中です。エルダーマクソンいるんじゃないかな。いきなり蜂の巣にですよね。もう DOS の全然この中にいるです。エルダーマクス、爆弾が仕掛けられてる。フロアが分かれてるので、
構早いです。もうここの、あ、爆弾で、そうか、巻き込まれて吹っ飛んじゃったんだ。これでここのフロアはクリアです。まずいです。この中が一番敵がいるです。もう8ロスです。トラの穴です。こちらがロードしてる間に、この連邦でのオペレーションにおいて、いるよ。調査パトロールは極めて重要な一面を担っている。たっぷり入れた赤い粒がいっぱい。あ、プロテクタークイーンランもいる。あれ、あと一発でイーコンが結構。尻尾を縦にしてエルダーマクソンいるのかな。わずか2人で敵の本拠地にディーコンと主人公で、え、エルダーマクソンいるのかな。お邪魔します。そう、エルダーマクソンの部屋です。エルダーマクソンない。あっ、キャプテンケルジはごめんよ。大丈夫かな。すごいカクカクする。処理落ちが本当激しいです。本当にいつ止まってもおかしくない状態です。うー、すごい数。爆弾投げる準備しようかな。あ、でももうグラブグレネート4発しかない。投げます。そこにいるな。うわ、ちょっとまずい。これはまずい。重い。そして重い。処理落ちしちゃう。もう本当に生身でくるんじゃなかったです。いていていて。ああ、もう今にも止まりそうです。ティーコンとも姿が全く一緒なんで。本当に 重すぎて、本当にいつフリーズしてもおかしくない状態です。全勢力がここに集結してる。すごいです。たった2人で乗り込んでいっています。肩を隠すことができます。今ステルス状態だと思います。ちょっとしかあんまりダメージが出ませんでした。伝説の BOS は出てこないですね。ティーコンだ。ティーコン、そんな前に出ちゃ危ないよ。
子じゃない。あ、これは、あ、少年兵だ。従者？クレイマーに乗っていたよな。あれ、セリフが用意されてない。会話がすと、あ、攻撃するがある。それはできないよ。レールド、あれは訓練だよ。何もなかった。あの騒ぎは全て訓練だった。信じられる？あー、セリフがなくて。すごく実践的なテストだった。奴らは全てを監視しミスを探してた。セリフが用意されてないです。無言になってる。固まる。え？また説得が。何も見えないよ。何も見えなかったわ。仲間を下ろして先行のセリフはあるんだけど、従者のセリフがないですね。大丈夫かな。危ないから早くお逃げ。ギーコンがすごく喜んでる。遠いな。起爆弾投げます。残りわずかなのですが、距離が足りなかったです。手前の方はだいぶ落ち着いたかな。遠くの方ですね。あ、フュージョンクはここ逆転です。使っちゃったんで攻撃できない。後ろ向いてる。すごいチャンスなのですが、あっ、間違って盗んじゃった。あ、キーコンミニ、そのミニがい、そのミニがどこで手に、いつの間に手に入れてきたんだい。あー、こっち向いちゃった。後ろ、あ、プロテクターイングラムもいる。ごめんね。もう本当に全軍と戦ってるです。申し訳ないです。